こんにちは、アジです。今日は購入した名古屋帯の長さを測っていきたいと思います。こちらは開き名古屋の帯です。では早速測っていきます。こちらのメジャーが2メートルになります。十分な長さかと思われます。この帯は一度締めてみたんですが、その締めた跡を見てみると、ちょうど帯を作って、お太鼓を作ってるところがですね、そこに来てるんですけれども、本来はもっと上の方なんですね。これでは十分な取れなくって、お太鼓ももうギリギリで作るようなことになります。それでも一応締めたいので、締めやすいように折りたたんでおこうと思います。3m70 とか 3m60 は本当に普通サイズの方であれば十分な長さというか、割とリサイクルやアンティークな帯の中では割と長めの方かなと思います。はい、そしてこちらの帯も同じようにたたんでいきたいと思います。これはなかなか元通りにたたむのが大変でした。
というか、まあ、私にはすごく短い帯なんですが、しかもあのポイント柄ですね。後ろと前、ちゃんとした位置に来ないとおかしくなっちゃう帯です。手間をかけることで、その日の着付けにしっくりくるような